いはいどうもお疲れ様です、カバです。今日も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。今ね動画を見ていただいた通りえっ、ー、り、今回新しい、ね、レンズの方がが、ね、一個届きました。えー、これ、えー、ソニーの SEL1018OSS、えー、ですね。 APS-C 用にソニーが出してる一番高角なレンズになります。えー、18mm からあそして 18mm までのズームレンズです。えー、の F4 同士になりますねで。確かこれは OSS まで確かついてたと思いますね。高学手ブレ補正はまだついてる。非常にあのソニーの α6500 とかね、α6300、6000、まあ、E マウントの APS-C 使われてる方には非常に人気のある、えー、レンズになります。 なので、まあ、なかなか中古でもねいまだに値段が新品から落ちないというかあいい人気のある大人気レンズなんですけれども、まあ、その中でもこのレンズちょっと普通とは違いますなぜかと言いますとじゃじゃん見ていただけますかねこちら、えー、ケントさん、えー、それからじゃじゃん、えー、これがたけしさんゆかさんで、えー、ぐるいと回ってドルキンさん で、えー、ここねダダン見えるかな来るかな来ないかな来たバックスペースソニー, <laughs> ソニーのロゴが消されてバックスペースですね皆さんそれぞれね仕事を持たれていて、えー、その上でみんな YouTube を一緒にやっているというか、えー、もうでもみんな本当に1万人とかねまあ多い人では4万人ぐらい、まあ、ドリキンさんなんか4万人近いしゆか、えーまあ、さんもおそして賢人さんもね、えー、1万人超えてる超まあ 人気ですよね。もうインフルエンサーの方々ですけどその方々からあサインの方を頂い,いてもらいました、まあ、ドリキネさんが元々ねこのレンズは α6300 じゃねえや、えー、α73 を買った後にあまに、あ、APS-C のレンズで、ね、ちょっと沼をチャプチャプしてる時期があってその時に使われてたレンズですあまりそんなにねたくさん使ってもなかったんですけども まあそれでまあフルサイズのに対応したレンズを使うようになってやっぱりこの APS-C のレンズはもうちょっと使わないかもなということで、えー、誰かあ買いたい人がいればということでね話がちょっとディスコードの方で出てまして、まあ、そちらの方で、えー、私の方が買いたいぞということでお話をさせていただきました。でまあ 本当に嬉しかったのは、まあ、僕がまあ半分冗談半分冗談じゃないですね結構真面目に、まあ、サインを入れてほしいと記念のレンズとしてほしいからあのせっかくだったらサイン入れてほしいんですということでドリキンさんにね、あのー、お願いしたら分かったとじゃあ行ってくるよってことで本当にこのサンフランシスコの、ね、街をね、えー、電動自転車で走ってこのレンズにサインを仕事の合間を縫って。 えー、僕の大好きなこのね皆さんのサインを頂い,いてから日本に持ってきていただいたんですよもう本当にその思いやりというかね優しさが嬉しくてでそのことをまた動画にされたあ、えー、YouTube も上げてますのでそれがこのどっちかにありますのでもし見てない方がいたらぜひぜひチェックしてみてくださいもうその動画を YouTube 見たらもう本当にあもうここまでしてくれんのかと思ってもう本当に感動ですよもう半分泣きそうになりながら見てましたけど なんで,すでもう本当に鹿児島と、まあ、サンフランシスコってもうすっごい距離あるし、えー、全然この「バックスペースっていうポッドキャストを聞くまではお互い全く知らないし僕も YouTube やってないしその頃は。それがこう本当にネットの力でというかポッドキャストの力でというか本当に10年前20年前だったらちょっと考えられないようなつながりの。 つながり方というかつながり方で知り合った人から連続ずっともらって <laughs>、えー、そしてまだ出会って1年も経ってないぐらいのねこんな鹿児島の田舎もんに、えー、しっかりとここまでやってくれるっていうのは本当に嬉しくて単純にもう心がすごい嬉しくて、えー、とてもなんかこうねっ何だろう 人付き合いが希薄になったとか言われてるこの世の中で、こういうこともあるんだなっていうのですごい嬉しかったっすね。普通に。ただただ嬉しいなと思った出来事でした。あの、もしこの僕のね、今 YouTube 見てて、まだ backspace.fm のポッドキャスト聞いたことがないという方が、もしいらっしゃれば、下の概要欄にね、あの、リンク貼っときますので、 えー、時間のある時にぜひ一度聞いいててみてください、まあ、カメラのネタだったりあとはテクノロジー系のニュースだったり、えー、そういったものが本当に詳しくうんそしてとても楽しく放送されているボッドキャストという、まあ、インターネットラジオですのでお時間がある方はぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。えー、本当にドリンさん えー、レンズ大事に使わせていただきます、えー、とあと賢人さんゆかさんしさん本当にあに、のー、お手数おかけしましたあ,ありがとうございました大事に使わせていただきます家宝ですマジではいということで、えー、今日の動画はもうこの辺に、えー、しとこうかなというふうに思います、えー、本当はもっとねいろいろ語りたいこともあるんですけどそしてまたね、あのー、新しく届いた商品なんかもあるので、えー、届いた商品というか新しく買った えー、カメラ周りの、まあ、機材というかそういったのも少しずつ届いているのでそういったものもまた、あのー、YouTube 上で紹介しながら、うん、そしてまたあーそうドリキンさんの動画で、えー、と登録者数がね、あのー、100何十人か140人ぐらい本当に増えたんですよ3日間でね。 なんでその新しく増えたねドリキンさんの動画を見て登録していただいたえ皆さんに「なんだよドリキンさんの紹介したあいつ全然面白くないしなんであんなの紹介したんだよ」って思われないように、あ。のー まあ楽しく丁寧に動画作っていきたいなという風うに思っておりますのでぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします今日の動画もし面白ければぜひいいね評価そしてまたチャンネル登録済まされていない方は下のとチャンネル登録欄からチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします えっとねまだまだ残暑がね厳しい時期ですので、えー、季節の変わり目、ねえー、風などぜひ引かないように、えー、いい体調でねあの秋まで皆さん一緒に迎えられたらなという風に思いますそれではまた次の動画でお会いしましょうお疲れ様でしたカバでしたバイ。